はい今日は成田で全泊いたしましたマイチーズプレミア成田というホテルの紹介でございますこちらは東急エクセルホテルがリブランドさせてオープンされたホテルでございますお,、ね、お部屋はねやはり2年期が入った感じでちょっと感激っていうことはないんですけれどもベッドはそこそこ寝心地も良かったですし お部屋の広さもまあ2人なら、えー、これで十分だったかなと思っておりますその他のね、備品は普通に紅茶やコーヒー、ポットなども揃っておりました、えー、お風呂はあのユニットバスでございます、えー、シャンプー、リンスはポーラーのものでございました、えー、ちょっとカメラがぐるぐるしますけれども、えー、空気清浄機やズボンプレッサー、えー、消臭剤など、えー、普通のものは、えー、十分揃っております あの、冷蔵庫の中はねかなんですけれども、あの中にホテルの中にコンビニがございます。はい、えー、っとあのパジャマはね。上下分かれたものでとても良かったです。夕食はね。なんか別料金で、またこちらのホテルのバイキングを利用しました。大人3600円、60歳以上3000円でございます。北海道の収穫祭ということで、えー、サーモンなどが、えー、美味しかったですね。 はいえっ、ー、とですねデザートコーナーの、えー、動画でございますがこの先にですねステーキの焼いてくださるコーナーがありましてそのステーキがねすごい美味しかったんですよねもうそれが私にとってはあの印象的なあのこちらのあの一階のレストランでございますあのラーメンももちろんいただきました。 はい、えー、変わりました。朝の映像でございます。朝の食事はえー、ホテル代に含まれておりますえー、中国の方のあの観光客も多いのでえー、中華粥など、そしてえー、和食もあのいろいろ揃っておりました。味噌汁の具が並んでおります。朝からがっちりカレーという方にも対応しております。また、デザートのあの写真なんで動画なんですけれども。なんか朝のあのデザートコーナーにしてはね。夜と同じぐらいのレベルで。 いろいろ揃っていたのがちょっとびっくりしましたね。そしてステーキもまたあったんですよ。それが高得点でございました。はい、えっ、ー、とですね、こちらのホテルはあのシャトルバスで、えー、成田からあの送っていただけます。えっ、ー、と一泊8500円でしたのでまあまあでした。今日はえー、こちらのホテルの紹介動画でございました。